はい、こんばんは、スワシワスです。ですね、この前、前々から告知していました、引っ越しの件ですね、無事に完了して、ひとまず、一段落っていう感じです。いやー、初期費用とかね、いっぱいすごいかかっちゃって、今、すごく不安定、引っ越し、した時って大体俺いつもそうなんですけど、大体1、2ヶ月、3ヶ月までは不安定、金銭的に不安定な状態が、これはデフォだよなって いつもの流れだと思いながら、前向きに、普段、これまで通りね、やるべきことをやって、ひたすら、食いつないでいくしかない、ないということでやっていきます。で、ここに住み始めてから、3日ぐらい、3日かな。そうだね、3、4日ぐらい、冷蔵庫、家電が何一つない状態で過ごしてたんで、水とか麦茶、常温のね、ペットボトルの、飲み物しかなくて、それを枕元に、3、4本ぐらい置いて、で、なんとかそれで、食いつないでっていうか、飢えをしのいでました。で、やっと今日、冷蔵庫が届いて、で、とりあえずもう、冷たい飲み物が飲める、っていうだけでもうかなりなんか幸せだってこう、なんでしょうね。極限まで追い込まれてわかるただ冷たいものが飲めるっていうありがたさに気づいたので、もうそれだけで俺は、もうここで生きていけるなって思って。エアコンがですね、ちょっと高すぎて、そのエアコン自体の本体料金、プラスその工事費用とかもちょっと高すぎて、ちょっと今年は我慢しようかなと思ってますね。10月、9月、10月までなんとか、この冷蔵庫で粘れば、今年は乗り切れるんで、この真夏のね、時にね、なぜ俺は引っ越しを決意しちゃったんだろうって、ちょっとバッドタイミングなんですけど、本当に本当に、何でも衝動で結構動いちゃうタイプなんで、やってしまいましたね。で、そうそうそう。で、もともとその僕がこの引っ越してきた場所っていうのが、もともとその、戻ってきたかった場所なんですよ。で、なんでしょうね。つい先月まで住んでた場所ですね。隣の市なんですけど、そっちに、5年ぐらい住んでて、さすがにね、5年も住んでると、隣の市のね、その環境、町にも結構愛着が湧いてるなっていうのを、改めて、実感したというか、こっちにちょっと今引っ越してきて、実感して、ちょっと寂しさとかが出てきちゃったんですよね。すごい複雑な気分で、本当はね、引っ越したかった。あの時は、今日、えー、先月までは引っ越したかったはずなのに、なんで、ね、急に寂しくなってんだろう、俺。おかしくないって。なんでこんな俺、いつも気持ちがコロコロすぐ変わっちゃうんだろうって、自分で自分がよくわかんないような状態になってたんですけど、今日こっちにね、この自分が、その、まあ、帰りたかった街に帰ってきて、で、今日ずっと外出してて、公園とか行ったり、ちょっと散歩したり、あとスーパー、デパートね、ヨーカドーなんですけど、ヨーカドーでちょっと時間潰したり、飯食ったりしてたら、なんだろうな、その、えっと、まあ、そういうふうに夜まで夜まで過ごしてても、なんでしょう、そっから、前住んでた場所まで、バイクで35分以上かかっちゃうから、うわ、ここで今過ごしてるのに、また、こっからバイクで35分でまた遠くまで帰んなきゃいけないのか、だりーなーって今まで思ってたのが、こっちに引っ越してきたから、すぐにその家がある、その近く、この街の、この、俺がずっと帰ってきたかった街の中に、自分の家が、その寝床がある、寝床とか、風呂入る場所とか、パソコンも置いてあるし、一式が置いてあるっていう、その環境をやっと、ができたから、なんかその、あん、すごい安心感が出てきてですね。あ、もうこっちで、夜更かししていいんだっていう、急に安心感を実感しました、今日は。夜まで過ごして。なんか久々に思い出したっていうかね。だそれ、その、このね、この実感があって、あ、引っ越してきてよかったなって、やっと思えるようになったっていうね。なんだろう、先月まで住んでた場所、隣の市なんですけど、そっから別に、ね、今までだって、こっちの町とか、ね、八日堂でもいくらでも遊んだりできるけど、ただバイクで、
ね、そっから帰るときにまた隣の島で行かなきゃいけないって、なんかそれだけで、なんでしょうね、その、なんか、その、こっちのその、ずっと帰ってきたい町が、なぜか、帰ってきたい町のはずなのになんかよその町っていう認識の中になっちゃってて、自分の中で。まあ、要はその、なんだろうな、自分のその、部屋、今住んでる部屋の周辺の町が、もうその、自分の中の、まあ、テリトリーっつうか、愛着というか、その所属してる感が出るんだなって。うん。なんでしょうね。愛着が湧くっていうかね。なので、その自分、もし自分がその帰りたい街があったら、その街の近くに、引っ越すべきだなって。そうすればまたそのよその、その自分が帰りたかった街が、その、よその街になってたのが、またその自分の街、自分がここにいるんだっていう、所属してるんだっていう、そのホームにまたなったっていう、取り戻せたっていう感じが今すごくあって。なんでしょうね。その俺って結構その経験とかそういうふうに実感できないとなかなか納得ができない。その頭の中で考えてるだけじゃ、そのなかなか、そのなんか結論に至れなかったり、その納得ができないところがあって、まあよくその、賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶって言いますけど、俺はもう完全に愚者の方だなって。ね、やっとその体験、そのこの街に帰ってきた、やっとこの街の中に俺は住んでるんだっていう実感ができて、やっとその安心感が、この街でまた、ね、ゆっくり過ごしていいんだって、ね、好きに遊んでいいんだっていう、そのバイクをね、長ったらしく漕いで、隣の街まで走らなくていいんだっていう、そのなんか、安心感に包まれてますね、今ね。それだけをちょっと話したかったという はい、そんな感じです。まあ、まあ、和室ね、今引っ越してきたとこ和室なんですけど、で、まだね、グリーンバックはまだ導入してなくて、ただね、これカーテンなんですけど、ちょっとこう、ミント色みたいな感じなんですよ。ほんのり青緑、青、ほんのり青くてちょっと緑色みたいな。で、これ結構グリーンバックの代わりになるなと思って。この間、昨日投稿したゲリラ豪雨の歌あるじゃないですか。あれのバックがこれです。結構ね、結構いい感じに切り抜けてますよね。だからしばらくこれでいいかなって、ちょっとグリーンバックの買うお金さえもちょっと余裕今ないんで、まあ、しばらくはこれでしのごうかなって。僕のね、そのショート動画の定番っていうか、そのお決まりであったこの、俺の後ろにいつもパソコンがついてるっていう、その状態がね、なくなりました。皆さんね、ちょっとね、これから寂しくなるかもね。今までずっと後ろについてきたパソコンね、なんか邪魔って思ってたけど、いざいなくなってみるとなんか寂しいもんだなって、ね、思いません？ 俺はちょっと思ってる。まあ、パソコンつってもあるんだけど、そこに。ただそのグリーンバックとパソコンがセットにならなくなったっていう、ただそれだけのことなんですけど。まあ、これでね、その、なんで後ろにパソコンついてんだよとか、パソコンと一緒に、風呂に入るなとかね、そういうツッコミがね、今までいただけてたけど、もう今後はそういうツッコミができなくなってしまう、もらえなくなってしまうっていう、ちょっと寂しさがある。まあそんな感じですね。うん、こんな感じかな。話したいことは話せたかな。うん。はい。あとはなんか あるかな。なんだろう、結構ここを、夜中、深夜、夜通しでも、なんか、ちょっとその外の方で、なんかずっと、24時間なんか照明がついてるみたいな場所があって、で、それが、ほんのりこの自分の部屋を照らしてくれるんですよ。だから寝るときは、もう完全に、このスイッチ、照明、この部屋の電気、完全に切っても、なんかすごい心地よい、ほんのりこう明るく、ほんのりこう部屋が少し照らされてる感じがね、すごい心地よくて、今までは豆電球、オレンジ色の光、で、寝てたんですけど、もうそれもいらないなって、なんか、すごい、なんでしょうね。これはこれでなんかエモくて、ちょっと素敵な睡眠を毎回取れるなっていう感じです。まあね、これからここでの生活がね、始まっていくわけですけど、まあ、新しい師走の新展開、ね、頑張ります。今年の後半、2023年の後半は、どうなるかな、俺。またね、なんか一発ドカーンとバズってほしいですね。まあ、そのバズりをね、狙っていけるっつうか、またこう取れるように、そしたら皆さんまた盛り上がれるからね、みんなで盛り上がれるから、頑張ります。そんな感じ。じゃあこれからも。
よろしくお願いします。はい、すわしわせでした。バイバーイ。またにー。